おはようございます。声が大きくていい、うん、今日は皆さんが交通事故に遭わないようにというんでこの萩中小学校にやってきました。何も大臣が来たとか国会議員が来たからといって交通事故がなくなるわけではありませんね。ただ交通事故に遭うととにかく一緒に勉強したり遊んだりすることができなくなるし、第一友達も家族もみんななんとなく暗い気持ちになったり悲しんだりするんで、交通事故に遭わないようにするというのは自分一人のためじゃなくて他の友達家族にも関係があるから、これ交通事故に遭わないようにするというのは大事なこと。そこで道路を道を歩くときには少なくとも自動車が来てないかよく確かめる、また自転車に乗ったりしているときはそこに人が歩いていないかよく確かめる、迷惑にならないようにする。そして約束ルールを守って、そしてみんなで交通事故に遭わないしこちらからも交通事故のもとにならないようにするのが大事。そこでこの際みんなでちょっと約束をしてもらおうと思って今日はやってきたんですが、一番事故になる確率が高いのは急にみんなが道路にポーンと飛び出すこと。したがって道路へ飛び出したりはしないということをちょっとまずは約束をして大きな声で繰り返してみてください。一つ、道路への飛び出しはしない。二つ、自動車に乗るときにはシートベルトを締める。自動車に乗るときはシートベルトを締める。三つ、自転車に乗るときはヘルメットをかぶる。自転車に乗るときはヘルメットをかぶる。はい、この三つ約束できる人。ありがとう。みんなが交通事故に遭わないようにおまわりさんが今日はいろんなことを教えてくれるはずですから、ぜひ覚えておいてください。最後にこれは PTA の方に父兄の方に申し上げておりますが、大体親がやることを子供が真似ることになっております。したがって親がシートベルトをつけていると子供もつけるようになる、そういうもんです。親がきちんと脱いだ靴を揃えておけば子は黙って揃えるようになる、大体似たような話。したがってこれは親が守らんと子もなかなかさよならわけにはいかない、そういうもんですんで、まずお手本を示すということにいう気持ちを持ってもらうことはすごく大事なことなんで、その点は重ねてお願いをしておきたいと思います。それでは皆さんが交通事故に遭わないように今日は一日しっかり勉強してください。ありがとう。麻生総理大臣、ありがとうございました。それではお願いいたします。
交通安全誓いの言葉を発表していただきました。この際、吉田さんを席にお戻りください。どうぞ皆さん、お二人に温かい拍手をお願いいたします。麻生総理大臣はそのままお待ちください。まず6年生の浜中俊さんへ、麻生内閣総理大臣から交通安全スローガンが贈られました。そして地域代表の山下俊介さんへ、同じ麻生内閣総理大臣から交通安全のスローガンが渡されました。麻生総理大臣、ありがとうございました。それではただいま代表のお二人に贈られた交通安全スローガンを、皆さんと一緒に大きな声でいるスローガンです。まず私が読み上げますので、その後に続いて大きな声でお願いいたします。どうぞお席にお戻りください。皆様、温かい拍手をお願いいたします。